松林の朝は、ロシアの画家、イヴァン・シーシキンが1889年に描いた絵画である。松の森の朝とも。本作は、1889年に開催された第17回移動美術展覧会に出品されている。縦 139.0cm、横 213.0cm の大きさを持ち、カンバスに油彩で制作されている。 歌詞のパッケージモスクワのトレチャコフ美術館のホール25に所蔵されている。画面の左下に IC 資金1889年と署名と日付が入っており、その下に不鮮明に K サビツキーとの署名が入っている。本作はもともと森林の光景が描かれてあるだけで、クマは描かれていなかった。しかしながら、後になって画家のコンスタンチンサビツキーがクマの姿を書き込んだ。 本作の終作はセリンゲル湖の中の黒ドミリア島で描かれた。本作はソビート連邦期にプラリネを挟んだウエハースをチョコレートで包んだ菓子、ミーシカ・コソラープイのパッケージに採用されている。朝の森林の光景が描かれている。季節は夏である。太陽の光が松の木々に降り注いでいる。画面の後方には森林が広がっており、霧が立ち込めている。 画面の中央には4頭の熊が描かれており、そのうち1頭は母熊であり、残りの3頭は子グマである。子グマのうち2頭は倒れて壊れた松の木に登って遊んでいる。残りの1頭の子グマは後ろ足で立っている。ありがとうございます。